はい、では表題のタイトルの文献を丸山が紹介していただきます。はい、でこの研究は、機械翻訳、SMT を用いた、テキストの平易化の研究です。で、その SMT が、どういう時になんかうまく平易化できているのかっていうものを調査した研究になっています。で、結論としては、そのトレーニングデータの原文とあとその書き変更先の平易文が類似している場合に、すごく有効的であるということです。その、類似してるっていうのはその意味とかではなくて、その単語の並びが類似しているっていう意味ですね。その書き換えが非常に少ないっていうことです。で、そのため平易化のあらゆる操作を行う、そのあらゆる操作っていうのは、まあ、還元も還元を含む、あとは、単語の追加とか削除とか、あとは、まあ、文の分割とか結合とか、そういう操作を、一括で行うには、まあ、SMT ではあんまり向いてないんじゃないかっていうのが結論です。はい、で、最初にその SMT を用いた関連研究で、2つあって、1つはそのブラジル・ポルトガル語で、そのデータのサイズは、まあ、4000分くらいで、これで、ブリューが 60.75 っていうスコアを出しています。で、英語ではこれはシンプルイングリッシュウィキペディアなんですけども、サイズが、上のとは大きく異なっていて、13万7000分あって、で普通に、機械翻訳に学習させた時で、59.87 で、その区の削除っていうものをその SMT のシステムに追加して、60.46 っていうスコアを出しています。で、この2つの研究の比較から、まあ、データサイズが大きく異なっているんですけども、そのブリュー的にはそんなに変わってないので、ここで述べている仮説として、データ、まあ、そのテキストを平易化するときはデータサイズではなくて、その文、学習するときの文の性質、何らかの性質が、その平易化の品質、ブリューに影響しているじゃないかということが考えられます。で、この仮説を調査するっていうものです。で、方法は、モデルはモーゼ使います。で、データセットは、先ほどの関連研究のところで述べているそのブラジル・ポルトガル語のものとシンプルイングリッシュウィキペディアと、あとはスペイン語のコーパスを使って、3種類の言語のコーパスを使って、平易化を行っています。で、下の表に示すのがそのデータの分割の内訳で、そのスペイン語のコーパスが、まあ、925分、全部で925分あって、でそれのサイズに合わせて、ウィキペディアとそのブラジル・ポルトガル語のコーパスを、ランダムに選んで、まあ、サイズが、まあ、同じくらいになるように調整しています。で、結果です。最初に、この一番上の行がその翻訳結果のスコアを表すもので、ウィキペディアとかそのブラジル・ポルトガル語のものだと、関連研究で述べているものと大体同じくらいのスコアが出ています。で、一方でそのスペイン語の方に関しては、その2つとは大きく異なってて、10.55 とかでものすごい低い値になっています。で、これからやっぱ、コーパスのサイズだけではスコアが、まあ、コーパスのサイズによって出てくるものではないということが分かります。で、次にそのコーパスそのものの調査がこの下の3つになっています。で、そうですね、上のやつはシステムの出力と参照文を比較してたんですけど、この下のこの3つは、原文と平易文、そのコーパスのデータを比較しているものになります。で、比較してその評価は、T ブリューっていうその完結ペナルティを加えたブリューのスコアと、まあ、
と完結ペナルティと、あとはセンテンス単位のブリューになります。で、それを見るとやっぱ T ブリューも大きく、2つ他のウィキペディアとか、ブラジル、ポルトガル語に比べると、スペイン語がすごく小さくなっていて、完結ペナルティも大きく加わっているってことから、原文と比べると変更してて、かつ短く、編集されているっていうことが分かります。 S ブリューを見ても、異なってて、で、最大で、4倍くらいの差があるっていうのが分かります。で、次に、その出力結果を、その平どういう平滑操作が行われたかっていうものごとに、人手で分類しています。で、そうですね、テストデータの、スペイン語だけは90分で、他のやつは100分を調べています。で、一番左のから、ノンっていうのがその何も書き換えを行わなかったっていうもので、その2段目が、1つだけ書き、なんか語彙の置換を行っているっていうやつで、で、1回以上の置換っていうのがその3段目で、あとは文の分割と文の結合になっています。で、それを見る と、ポルトガル、ブラジルポルトガル語とウィキペディアだと、その書き換えないか、1回の書き換えっていうだけで、そのコーパスの大半、その結果の大半を占めていることが分かります。で、スペイン語の方だと複数の書き換えでをほとんど占めてて、すごくいろんな書き換えを行っているっていうのが分かります。で、実際にその平仮の例で、これはスペイン語 の、 うまくいってない、スコアが低い方のスペイン語の例なんですけど、例えば1のように、うまく書き換えが行われてなくて、原文の意味が損なわれる場合とか、あとはこの S2 の2段目の例だと、原文 と、参照文で、書き換えは行われてないんですけども、そういうものに対しても何らかの書き換えを行っているっていうものがあります。で、 S3 も、同様ですね。その人が書き換えない編集に対しても、意味は単語同士意味は同じなんですけど、何らかの書き換えを行うっていうことを行っています。で、英語の例では、E1 っていうのがその文の分割をしている操作の中で、うまくいってるものの例なんですけど、文の分割で成功しているものっていうのは、大体その、文を大きく書き換えているものではなくて、同じ文の流れの中にこう、この It is found っていうのを付け足したっていう、こういうものが、文の分割としてはうまくいっているものになっているようです。あとはさっきのスペイン語の例と同様なんですけど、その人手で書き換えてない文っていうのを書き換える傾向が E2、E3 っていうのがあります。で、全体として、誤ってこう1個か2個単語書き換えたっていうものは、文の意味をちょっと変えるだけで、そんなに文の文法を損なうことはないっていうことが述べられていました。で、またその単語の置換とか、文の分割一部を少し書き換えることでも、わずかに単純化できるっていうことが述べられています。で、あとはそのブリュー、そのコーパスを原文とその簡単な文を比較して、その S ブリューの文法を取った結果がこの例、この表になります。で、ウィキペディアとか、ポルトガル、ブラジルポルトガル語のコーパスだと、結構その高いスコアのところに、
ウィキペディアの例が顕著なんですけども、高いスコアのものが、まあ、たくさんあるっていうことは、そんなに、まあ、書き換えが行われていない文が大きく含まれるということ で、スペイン語の方を見てみる と、ブリルのスコアがすごく低いので、原文とはまあ大きく異なるように変更を行っているこうデータが多いということが、まあ、示されています。で、まとめです。ここでは、まあ、3つのデータセットを用いて、まあ、変異化どういう時にうまくできるのか、まあ、っていうのを、まあ、調べています。で、結論としてその原文と変異文が、まあ、大体同じ時に、まあのみ有効であるということが分かっていて、で、まあ、そのいろんな操作を行うには、モーゼではあんまり適していないっていうのが結論です。以上です。